カラスの便箋。マックスへ、あなたはとても面白い人ね。面白すぎて私はついていけません。多分、おそらく、きっといい人なんでしょう。何事にもマックスが心情のようですが、私には理解できません。マックスマックスってバカみたい。程度を覚えてください。ほどほどの人生をほどほどに生きてください。好奇心は命取りになるわよ。さようなら、文野綾。お客さん、多く取られますか？荷物が届いてますよ。それ、おかしなものじゃないでしょうね。まあいいわ。私はここの店主よ。ええー、ねー。お前はここにおったらいけん存在だ。すぐに町を出て行け。いらっしゃいませ。ここは欲しい本が手に入る古本屋じゃ。お安い御用じゃ。お前が欲しいのは15年前のティーンズクイーン。11月号の顔写真の変色しちょらんやつじゃな。わしは気まぐれでな、機嫌が悪いとすぐに店を閉め、そろそろ閉めようと思っとったんじゃ。わしの欲しいもんを渡してごいたら機嫌は直うけど、もっちょかや。ああかもしれんし、ないかもしれん。残念じゃが、わしが欲しいのは本じゃない。いいもんをもらったわ。店は開けておこう。そこじゃ。非売品だけん売ることはできないんじゃ。わしに松江七不思議を聞かせてごせ。調べるんじゃな。答えが出たら聞かせてごせ。何ですか？それは昔から伝えられとる怪談話だよ。小泉八雲も書いちょったけど、内容は知らないな。どうしました？誰の言った七不思議かいな。だね、それは聞いたことのない。一つしか知らんけどいいかいね。源助柱だよ。昔松江大橋が大水で流される件って誰かを人柱にすることになったんだ。その後橋は流されんようになったけど、夜になると源助柱の周りに鬼火が飛んじょった。知っとるのはこれだけです。はい。何ですか？それは子供の幽霊かな。そうです。10歳に満たない幼子が賽の河原に集まり、親が恋しいと言いながら一心不乱に石を積んどるっていうお話です。それだけですね。いらっしゃいませ。ご注文は何になさいますか？はい、ありがとうございます。松江七不思議ですか。あずきとぎ橋でしたら聞いたことがあります。はい、昔不問院の近くにあった橋のことです。その橋では夜な夜な女の幽霊が現れ、橋の下で小豆を洗っていると言われていました。なのでその場所では洋曲「柿椿」を決して歌ってはならないとされていたそうです。ところがある日、この世に恐ろしいものなどないという侍が大声で柿椿を歌いながら橋を渡ったそうです。侍が自分の家の近くに着くと、若い女が「主からの贈り物です」と言って侍に箱を差し出します。侍が箱を受け取ると女は消えてしまいます。侍は不審に思いながら箱を開けると、そこにはなんと子供の生首が。驚いた侍が自分の家に帰ると、そこには首をもぎ取られた我が子が横たわっていたというお話です。では私はこれで失礼いたします。はい、どうかしましたか？有名だけど知っとるのは一つだけだな。宍道湖に浮かんじょる嫁ヶ島だよ。姑にいびられた嫁が里帰りをしようと近道の氷が張った宍道湖を渡った時、氷が割れて落ちて死んでしまった。それを見ちょった神が娘を不憫に思い、嫁の亡骸を乗せて一夜で島を作り浮かべたという話だ。え、何？急いでるから手短にお願いします。いや、知らないね。悪いけど俺たちこの辺りの人じゃないからね。地元の人に聞きなよ。確か松江城に怪談話があったはずです。詳しく知らないですけど。何ですか？ん？お城の狐なら知っていますよ。松平直政が松江に来た時、枕元に美しい少年が現れました。その少年はこう言います。あなたを全ての厄災からお守りいたします。城内に私の住まいをお作りくださるなら、松江の建物を火事からお守りいたしますと。気がつくと少年は消えてしまいます。そこで直政は定山稲荷神社を作りました。こんな話です。松江城の人柱もあるよ。怖い話です。松江城の着工を始めた頃の話です。何度も石垣が崩れるので人柱が必要だとお城を作っている人は考えました。そして人柱にする人間を選ぶため、城下で盛大に盆踊りを催しました。盆踊りの輪の中で最も美しく踊りの上手な娘を捕らえ、そのまま生き埋め、着工は成功しましたと。知っている話はこのくらいかな。味なんでしょう。娘が怪談話大好きなんです。最近知ったのは子育て飴ですかね。ええ、水飴を売っとる店に毎晩遅くなると青白い顔の女が来ました。不思議に思った飴屋が女を追いかけてみると、女は墓場へ入っていきます。そしてある墓の前で姿が消えてしまいました。するとその墓の下から赤ん坊の泣き声が聞こえてきます。墓を開けてみると、そこには生きている赤ん坊と水飴を入れた茶碗が置いてありました、というお話です。そうですね。おお、来たか来たか。松江七不思議を全部言ってもらうかの。正解じゃ。よう調べてきたな。正解じゃ。うん、その通りじゃ。残念、シャン島は知らん。一体何を調べてきたんじゃ。またまた正解じゃな。いよいよ残り2つじゃ。あと一つはここはどこ。城のために人柱になってくれ。そんな、お願いです、助けてください。すまない、恨むなよ。助けて。どうして私が。この恨み、松代まで呪ってやれ。松江城の人柱じゃ。生き埋めにされた女の霊が幻覚を見せたのじゃ。彼女の霊は今もさまよっちょる。そして自分を穴に落とした人物を探しとる。その人物とはお前じゃ。ハハハハハ。ほら、欲しい本を持って行きなさい。らっしゃい。今日は何にしやしょう。ワカサギのことでやすよ。この辺りじゃ味のいいサギって意味で甘サギって呼んでやす。へい、甘サギの照り焼き定食を一丁。そうはよかった。スタンプラリーの大使はスタンプラリーを完成させたな。景品を切らしとるけん霊視しちゃろう。私は強い霊感を持っとるんだ。悪い霊に疲れとる。魔除けの札を持っていきなさい。役に立つ時が来るで。海野綾さんは生きているわ。私たちの同級生でこの世に存在しているわ。あなたの言う通りよ。クラスメイトの吉岡しおりが文野綾を演じたの。話したくありません。こうなったら全てを話すしかないわね。ダメよビッチ、やめろ。俺たちは失敗に終わったんだ。僕たちは呪いから逃れられたんじゃないのか。いや、俺たちは呪われたままだ。私は意外と成功だったような気がするわ。私はあんな噂は信じてないから。そうですよ、非科学的ですよ。全てを話すから覚悟して。15年前高校3年生になった私たちは卒業生から一通の手紙を渡されたの。私、こんな手紙を受け取ったの。噂って何ですか？学校の怪談みたいなものです。誰か詳しい人教えてくれませんか？私が知っているわ。10年前に文野綾さんが病気で亡くなったの。彼女は容姿端麗で芸術的な才能もあった。この世に未練のあった綾さんの霊は教室に住み着いたの。それじゃあこの教室は呪われてるの？そうみたいね。あやさんが亡くなった年、クラスメートは彼女が生きているふりをしたの。それがどうして呪いになったんですか？事件が起きたのは翌年よ。新3年生は何もしないで生活していた。そうしたら一人の生徒が事故で亡くなったの。しおり詳しいんだな。これって学校の怪談や都市伝説以上よ。話の続きを聞かせて。そのクラスに霊感の強い子がいて、あやさんの声を聞いたの。あやさんは友人が欲しくてクラスの生徒を連れて行ったらしいの。どうしてペンフレンドを作る話になったの？ペンフレンドも友達でしょ。誰かがあやさんを演じて彼女にペンフレンドを作ってあげるの。やらないとどうなるの？私たちのクラスは呪われるわ。どうするの？やるしかないでしょうね。誰かがあやさんを演じるしかないようだな。やるなら女子じゃないのか？関係ないわよ。私がやる。手紙を受け取ったのは私だし。あやを演じることになったしおりは彼女の呪いについて徹底的に調べたの。そのためにみんなで文の邸にまで行ったんだ。立派な洋館ね。素敵。私もこういうお屋敷に住みたいわ。遊びに来たんじゃないのよ。連絡した松江大葉高校の者です。どうぞ入ってください。若いお客が訪ねてくるなんて久しぶりですよ。私たち松江大葉高校の生徒で亡くなったあやさんの話を聞いてご両親に会ってみたいと思ったんです。きっとあやが私たちを心配して皆さんをよこしてくれたんですね。あやさんはどういうお子さんだったんですか？美人で優秀で優しくて、まるで天使のような娘でしたでね。新聞で取材されたんですね。 IQ テストで1位になったと書いてあるわ。美人で成績優秀だったんですね。この絵は娘さんが描いたんですか？コンクールで大賞いただいて家族でお祝いしたですが、あの頃は楽しかったわ。しおりはあやさんのことを調べるために何度も文の邸を訪ねていったわ。しおりは文野綾の呪いを題材にして小説を書こうとしていたんだ。しおりは文通募集の記事を見つけて綾の名前で手紙を出した。文通相手には恵まれなかったと言っていたわ。マヤになりきるための練習じゃないかしら。本当のところは本人に聞いてみないとわからないわね。吉岡さんは変わりました。メガネくん、ちょっと教えてもらえるかな。どうしたんですかね。この方程式なんだけど。すごく勉強してるじゃないですか。あやさんになりきるために勉強しているのよ。焦った私はカンニングしたと言ってしまった。それからも上がる一方でした。海野教授の教え方が相当良かったのでしょう。大学教授ですからね。見た目もあやさんに似ていた。9月の初め、陽子さんの誕生会があったの。飾られた写真と同じドレスに同じ髪型よ。これってまるでアヤさんじゃない。そっくりだわ。アヤさんそのものよ。まるで取りつかれたみたい。私は心配になってしおりに聞いたわ。5年前にアヤさんを演じた人が行方不明だと言っていたわ。事実なの？大学生の行方不明なんて珍しくないでしょ。家出ということになってるけど、私は違うと思う。どうして？彼女はあやさんをいい加減に演じていたの。成績も悪くて外見もあやさんに似せなかった。調べたの？文野教授が教えてくれたわ。文野さんはこのことを知っているの？そうよ。私は10番目のアヤなんだって。私怖くなってきた。やめることはできないの？やめたら呪われるのよ。そんな。私がアヤさんを演じきるから大丈夫よ。そして呪いの謎も解くわ。できるの？呪いの謎を解いたら小説に書いてホラー大賞を取るの。本は人並みに好きだったな。文章を書くのも得意だった。それが小説って発想につながったんだろう。別にホラー小説に限ったことじゃない。しおりはあやさんを演じただけじゃない。彼女の霊を成仏させようとしたんだ。卒業式の後の自殺。話ってなんだよ。みんな適当に席について。みんなに挨拶したいの。別れの挨拶。今日で私はみんなとお別れです。文野彩はこの世からいなくなります。さようなら。り物ですよ。これで文の綾は成仏した。もう呪いは解けたわ。呪いが解けたかどうかなんて確かめようがないからな。それがあの日を最後に彼女の姿を見ていない。しおりはあやさんの怒りを買ったのよ。それで連れて行かれた。今まではおかしなことは起きてないわ。呪いのルールだよ。文通相手にアヤがすでに死んでいると知られると、その年のアヤは失敗なの。消えてなかったらそうなのか。驚いたな。これで私たちの話は終わりよ。まだ終わってない。